120センチの水系作るにあたって、はいはい、まずこう着想を得たものとかイメージした、ところとかがあったら教えてください。そうですね、まず最初にこの水槽の中絶対にやろうと思ってたことがあって、それがこう自然界でのこう倒木の表現っていうのがあるんですけど、まあ、去年私が栃木の須賀川渓谷っていうところにちょっと、まあ、撮影で風景写真を撮りに行った時に自分で撮った写真があったんですけど、そこの部分でこうすごいこう倒木がこう森に続いているような写真を1枚自分の中にピックアップして、でそれをまず水系の中にちょっとこうリンクさせたいなっていうところで、まずそれは必ずやろうと決めてました。木を、まあ、もちろん見せたいってなると、モスの巻いてる範囲とかもすごいこう自分なりに調整したんですけども、じゃここの真ん中の部分がちょっと僕の見せ場なんですけど、そこに関してはちょっとこう手肌がなるべく見えるようにこう巻いたりとか、逆にこういうちょっと鬱蒼とした感じのところはもうちょっと多めに巻いたりとか、そのモスの調整っていうところが一つ気をつけました。自分で見たものをそのままここに入れてしまうと、やっぱりここは水中なのでやっぱり植生も全然違いますし、育ち方も違うので、自然のそういう経過をインプットして、で頭の中でちょっとこの水系に合うイメージ、例えばこうテープ状の草を使ったりとか、後ろにエキロドルスという紙を入れてるんですけど、それでちょっと水中感をちょっとミックスしていったような感じですし、先ほど東北の、まあ、もちろん見どころもあったんですけど、もう一つこの岩をすごい見せてるっていうところを今回こだわってて、一応そのやっぱ自然界ってこう木はもちろんこう土の方にこう根っこ伸ばすんですけど、こういう岩とかのこうストラクチャーというか、こう岩とか岩盤とか硬いものに根っこ張ることで、よりこう雨風とかにこう強い体って言ったらあれですけど形になっていくので、そういう意味でもこうまず木をドン、あの石をドーンと置いて、そこにこうちょっとこう根っこを張ってるというか、力強くこうしがみついてるような。するにあたって、はい、実際に景観を作っていく上でのポイントとかあったら教えてください。そうですね、今回の水系のポイントは、まあ、先ほどエキノドレス使ってるって言ったんですけど、まあ、葉っぱが大きい分こうスケール的にはこうちょっとこうマクロというか、実際の、実寸大に近いようなその風景をイメージしてるんですけども、エキノドレス、まあ、全然見えてないんですけど、これから多分3ヶ月してくるとバーッとこう、もともと中性植物なので水面に出ようとしてくるんですけど、自分はそれでありなのかなっていう、それはそれでありなのかなっていう感じがして、仮にこう出たとしても一応違和感のないような作りにしてるので、まあ、そのエキノドルスの、まあ、今後どう、まあ、結構種類入れてるんでどうこう競い合うか分かんないんですけど、それに合わせた、まあ、メンテナンスとかもしていけるような水面に。どういろんなこう方向性があるっていうについてです。はい。まあ今日もテーマエキノドルスを使っていて、下草もコブラグラスっていうちょっと成長の緩やかな草ですし、もう一応シダもつけてるので、まあ、私的には3ヶ月が最初のちょっと見頃かなっていう感じがします。3ヶ月経ったみたいで、そこから多分草がこう競い合ってて、まあ、その長期維持特有のこう
着想感みたいのが出てくるかなと思います。